お使いデビューするのはいとちゃん5歳とえのちゃん3歳。仲良し姉妹が2人だけで初めてお使いに行きます。まずはお父さんとお使い内容を確認します。今からお使いをしてもらいます。はい。なので立ってくるのが浮いてる、よそ見をしているいとちゃんにちょっと不安げなお父さん、唐揚げをモンブラー大好き、唐揚げをちょっと聞いてた。マイペースな2人、ちょっと心配だな。唐揚げをもも10個買ってください。ほんで、ペコちゃんの前の和菓子屋さんでモンブラン大福を5個ですね、買ってください。はい。で、そこ車で外出たら車走ってるから、ちゃんと一回止まって、横見て車来てないか見て行ってください。 OK。 で、自転車とかも来たら一回止まってゆっくり2人で手つないでいってね。 OK。 行ける？はい、行ってらっしゃい。はい、そっち、はい、じゃあ手つないで行ってきて。しっかりと手をつないで、いざ出発。怖いないと、大丈夫、怖くないよ。困った時はみんなが助けてくれるから。えのちゃんは行ってきますと手を振りながらお父さんの方を何度も振り返ります。えのちゃんバイバイ。いとちゃんのお友達にも見送られながら二人だけのお使いスタートです。まずは和菓子店でモンブラン大福を5個買います。その次は唐揚げ屋さんで桃の唐揚げを10個。元気に注文できるかな。戻ってたら行ったって。そう、この先にちょっとした分岐点があるんです。こっち、いいよ。仲良しだね。えのちゃんが選んだまっすぐの道を進みます。怖がるえのちゃんを歩道側にして車道側を歩くいとちゃん。すごい、さすがお姉ちゃん、というか大人顔負けのスマートさです。商店街に入る前の交差点、お父さんに言われた通り周りをちゃんと見てしっかり安全確認を忘れないいとちゃん、偉いね。そう、今日は記念すべきお使いデビューの日。楽しんでいってらっしゃい。街のいろんなものが気になる様子のえのちゃんはキョロキョロしながら歩きます。そしてなんだか楽しくなってきたえのちゃんは、あー、転んじゃった。大丈夫？すぐに立ち上がり歩き始めましたが、やっぱり転んだところが気になるみたい。さすがお姉ちゃん、妹のなだめ方を心得ています。やっぱり痛いよね。とここで、二人で持っていた買い物カバンをお姉ちゃんが持ってあげました。そんな優しさを感じ取ったのか、えのちゃんもすっかりご機嫌です。一軒目の和菓子屋さんが近づいてきました。一緒に注文をする約束をして、そうそう、和菓子屋さんはペコちゃんのお店の近くなんだよね。和菓子屋さんに到着。迷わず無事に来られました。まさかの到着と同時にすぐに注文。二人の小さな声は店員さんには届いていません。でももっと大きい声だよ。モンブランは1個ください。大きな声で言おうと提案したいとちゃん本人が
まだちょっと恥ずかしそう。2回目のチャレンジも失敗に終わり、途方に暮れる2人。店員さんも忙しそうだしね。店員さんが一段落するまで2人で遊んで待っています。あ、他のお客さんがいなくなったよ。これは大チャンスだと思ったら、2人に気づいた店員さんが話しかけてくれました。モンブランライフ5個ください。モンブランライフ5個、はい、ちょっとお待ちください。やったー、3度目の正直でようやく注文が成功。嬉しくて2人も大興奮。ん、次に行く唐揚げ屋さんのことかな。そう、ここからあんまり遠くはないけど、うちは反対なんだよね。お姉ちゃんもあれって唐揚げ屋さんの方を見ました。うん、そっちで合ってるよ。そして待っている間もずっと手を離さずにお父さんとの約束を守っている2人。このままもう一軒も仲良く行こうね。モンブラン大福を入れるカバンを確認するゆとちゃん。えのちゃんは中が気になるみたい。また転ばないでね。これ走っちゃダメだ。崩れちゃったら嫌だもんね。走らないでゆっくり歩いていこう。それにしてもゆとちゃんはちゃんと先のことを考えていて偉いな。お姉ちゃん、妹の怪我の状態のチェックも欠かしません。はい、お待たせしました。そしたら5個で1050円です。さあ、お会計です。えのちゃんの財布からお金を出して、2人で仲良くお支払い。はい、ここ置いてください。はい、ありがとう。じゃあ1100円ね。はい、じゃあお釣り持ってきます。これ入れれますか。ビニール入れとく。ビニール入れて入れとこうか。親切な店員さんがカバンに入れてくれました。ありがとう。これそしたらお釣り10円。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。また次もどっか行くの。気をつけてね。ちょっと緊張してるのかな。ありがとう。バイバイ。ありがとうございました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ちゃんとお礼も言えて偉いね。この調子で2軒目に行きます。次の注文内容を確認しながら商店街を進んでいきます。2人のペースでまったり。今日はキャラクター違いのお揃いのお財布を身につけています。本当に仲良しだね。ん？あれ？迷っちゃったかな。あ、よかった、進み始めました。道は合ってるよ。もう一回こっち行くからね。帰る。ね、同じ道を反対に歩いて帰るから、この景色を忘れないようにしないと。あゆみちゃんも来たな。これ何だろう。何だろうね。いろんな疑問がどんどん出てきます。何の話。商店街の散策を楽しんでいると唐揚げ屋さんが見えてきました。迷うことなく無事に到着。すごいな。そしてここでも、ママ
注文。これが糸ちゃんのマイスタイルなんです。しかも今度は1回で成功。よかったね。今度は糸ちゃんのお財布からお金を出します。はい、41円。お釣りとレシートをもらってお財布に丁寧に入れます。それを見ていたえのちゃんが、お姉ちゃんすごいねって拍手を送ります。はい、ありがとう。さあ、あとは帰るだけだと思ったら、あれ、道がどっちかわからなくなっちゃったみたい。商店街の真ん中で固まる2人。あ、わかったみたい。優しいお兄さんたちにご挨拶もして、さあ、お父さんが待っている公園に帰ろう。そうだ、荷物をお姉ちゃんが全部持ってくれてたんだった。一番軽い袋をえのちゃんに渡して改めて出発。お互いに嫌がることもなく、とっても思いやりのある姉妹です。三角コーンを数えて楽しそうなえのちゃん、そして向かいから人が来たらさっと道を開けるいとちゃん、自由奔放な妹としっかり者のお姉ちゃん、いいコンビだね。ちょっと荷物が気になっても手をつなぐことは忘れません。だってお父さんと約束したもんね。そろそろ商店街の出口が見えてきました。そう、大きな道では左右の確認を忘れずに。えのちゃん、お姉ちゃんに言われてすぐ練習もしました。これでバッチリだね。こてに万端で気が流行るえのちゃんに、いとちゃんが冷静に説明。もう出口が近づいてきたよ。そうそう、ここだよ。人も車も多いからしっかり確認してね。うん、バッチリだったね。二人の安全確認のおかげで最後の難関をクリア。お父さんが待っている公園はもうすぐそこだよ。もうすぐお父さんに会える。公園の入り口が近づいてくると自然と二人とも笑顔に。お父さんの姿を見つけて最後の力を振り絞り走り出しました。うまい、偉いな。手伝いでた。手伝いでた、偉いな。そうなんだよね、偉いでしょう。車とかも大丈夫やった？うん、うん、ずっと手伝い仲良く行けた。そっか、偉いな。うわ、よくできました。注文糸がしたん？うん、どっちもあの渡した。何のがお金渡してくれた。あとお金ももらえた。釣りももらえた。もらえた。そっか。あのこけた。あ、こけたの。ほんま。ほんまやな。泣かんかった。手つないで帰ってきたけど。ほんまよかった。あれ、痛くなかったの？痛いな、泣かずにな。ちょっとだけ痛かった。そっか。こんな時。あ、ほんまにそれぐらいだったよかったな。お姉ちゃんが見てくれてたもんね。無事でよかった。またじゃあな、次な。今度な、お使いお願いしたら二人で行ってくれる。うん、ほら、行ける。手つないで。うん、また二人で手つないで。うん、またいろんなとこ行ってね。二人一緒ならどこへだって行けるよね。お使いデビュー。